回でみんな完璧にできるとは思ってないから大丈夫、心配せんといて、ね、53回目ぐらいで分かってくれるよ。いい？で、これ俊介、こっち、あ、どっちでもいいよ、はい、これの応用編ね。俊介、広がってボールもらって、はい、でこれさ、本当は何のためにやってるかというと、青の人があっちのあのリングに攻めます。今ねで攻めんねんけど、ディフェンスがこう本当やったらドリブルで抜けたらヒューって抜いていったらええねんけど、でディフェンスカバーあったらパスさばいたりしたらええねんけど、あ、やばい、これはちょっと抜けないぞ、この指針のディフェンスは手強い、うーやるなっていう時は、はい、パスして、パスしたい、ビューンとボールに行った時に、そうそう、そこでもうちょ、もう一回パスランって言いますけど、パスして、はい、で、翔太にパスして、これで決まったら、おお、これかっこいいやろ、かっこいい、こういうのをやっていきたい。でも、これシュートパス入れといてないわな、はい、翔太パス出して、はいはいはい、で入れへんときどうするので、これ俊介1対1したらええねんけど、あかんかったら今度敬語の方にパス出して、外からシュート打とうかな。お前ディフェンスおかしい、こうやボールとリングの間やろ、で今度こっちにパス出して、カットせんでいいから、カットせんでいいから、あっちにパス出して、はい、それカット入るじゃん、そうここだろ、俊介のディフェンスだろで、こういう風にパスが出えへんかったらおかしいやろって言ってる、ここやねんか、相手背中がリング、あ、リングね、こうこうやな。で、ディフェンスの人パス出えへんぐらいついてんねやったら1対1できるわな、うん、なので、1対1しようと思った時にこの人がこうカバーに入ってくる、カバーに入ってきたらパス出せるんだよ。パス出して、あら、打たれるんちゃうかな、はぁ、はぁ、で、正直入ったらそこ入れていい、ついていかなあかんね、しみたく、はい、オッケーオッケー、で、敬語に返して、はい、パスして切れていくっていうのから、あとフリーでどこでシュート打ってもいいです。6年生、わかった。5年生はディフェンスやで、はい、よーい、うん、はい、はい、敬語、はい、ついていかない、ついていかない、出してよ、出してよ、はい、1対1でもいいねんで、タッグリング見て、はい、拍手、はい、もう一回やって、もう一回やって、翔太、お、はい、返して返して、はいはいはい、俊介、痛い攻めで、敬語、痛い攻めで、そうです、はい、拍手、パスなりふりしたり、もうちょっともう一回やってみよう、もう一、二回やってみよう、ディフェンス、ちょ、ディフェンスちゃんと頑張ってな、ディフェンスの人、あ、パス出されへんぐらいついてるんやったら、この間抜けるやろ、ドリブルで、俊介、な、もしくは、はい、ならカバーせなあかんやん、ヒロとカバーもうちょっと、うん、なら広がったりじゃあタクト、はい、で外からシュート打つぞ、狙ってみ、リング、いいんか、はい、ここ入るぞ、そういう感じで攻めれたりしますね。はい、もう一回戻して、はい、フリーね、はい、攻めれるとこ攻めていくよ、はい、広がって、はい、パス出すとこパス出して、はい、そこから、はい、フリーに走るんすけ、うえー、男子の方は両方呼んでやろうか、女子の方も一応5分か15分までやろうか、15分まで、やり方は任せます。で、その後15分までやってからホールでゲームやりましょう。